によると、サムスン電子が米国に家電工場を建てることを確信したドナルド・トランプ大統領が、ありがとうサムスン、とツイートを飛ばした。米工場新設に慎重な立場であるサムスンは、彼のツイートに夫人も合わせてツイートし、こらえがたい状況だ。トランプ大統領は現地時間2月3日未明、自身のツイッターアカウントに、ありがとうサムスン、あなたと共にしたい、と書いた。サムスン電子が米国に工場を建てる可能性があるという米国のオンラインメディア、アクシオスを見てツイートをしたものである。先だって前日の午後、サムスンの米家電工場建設の可能性を扱ったロイター通信は、トランプ大統領のこのようなツイートを報じたため問題はさらに広がった。国内外のメディアをはじめ、トランプ大統領まで直接事案を取りまとめる姿を見せるなどサムスンにとっては不安である。事実かどうかに関わらず、彼の関心自体がサムスンに対して一種の圧迫カードとして作用することになるからである。サムスンが現在トランプ大統領の強い意志などを考慮して、米国内の家電工場建設などの対応策を検討しているのはすでに知られている事実である。ただし採算性をはじめ、複雑な計算が必要であり、まだ内部検討段階にある。特に人件費比率が高い家電工場を従業員が非常に高価な米国への建設は確認すべき項目が多いという説明だ。製品を作ったが損害を被って販売することになるのではないかという懸念も出ている。サムスンが米国に輸出するテレビ物量の大部分がメキシコのティファナ工場で製造される。冷蔵庫などの家電はメキシコケレタロ基地で作られる。トランプ政府が北米自由貿易協定、ナフタに手をつけ、メキシコから流入する工業製品に報復関税を払わせるなら、直接的な打撃を受けざるを得ない構造だ。ただしサムスンが昨年買収した豪華なキッチン家電メーカーデイコは自主的に LA の工場増設を検討している。サムスン電子米国販売法人の子会社として運営されているデイコは、米国の販売量が増えるにつれ現地の生産量を増やす案を調べている。サムスンは、米国はサムスンにとって非常に重要な市場で、これまでにテキサス州オースティンの半導体工場に約170億ドルを投資してきた、とし、今後も消費者のために米国内の新たな投資の必要性を引き続き検討している、と公式の立場を明らかにした。LG 電子も同じ悩みを抱えている。著存人 LG 電子副会長は1月初め、輸入して販売している側は不利益を受けるしかない状況で、気を落としてはいられない、とし、今年上半期中に米国内の生産工場を建設するかどうかを決定すると述べた。工場の候補地としてはテネシー州など1、2カ所を検討しているという。トランプは実業家だ。サムスンの頭上に座ったよ。工場を建てるには米国のとても田舎に行って、できるだけ人件費を下げてこそです。トランプはただの不動産屋であるだけで本当に無知だ。イニョンバクは実業家でもグローバルかもだった。今中国内の日本、米国、韓国などの多国籍工場も今はインドやベトナム、最も合理的な米国に移転する時が来た。米国への工場移転はトランプ時代に最も合理的な方法だ。サムスンの下請け業者が泣く声が聞こえるね。まあ韓国人たちが自分たちのせいだと泣いても効果がありません。何を泣いて、米国に販売するものをメキシコで作っていたのだ。韓国で製造しているわけでもないのに。米国人もバカではないから冷蔵庫価格が高くなればインターネットで関税払ってでもメキシコのサムスン製品を買って使わないでしょうか。それよりトランプは全世界から自国に雇用を創出しますね。真の商売人だ。自国の生産価格が上がって、関税を払って価格が上がって、米国の消費者の立場では同じことでしょう。サンキュートランプ。トランプは4年間の政権なのに、トランプの言葉に従っていくと滅びます。そのままするふりだけしなくてはなりません。してもしなくても、工場を建設ふりだけしなければなりません。トランプがアホなのか？そしてもし再任すれば米国市場を諦めるのか？あれはトランプでなくても誰でもサンキューする状況であって、企業が工場を出して雇用を増やしているのに、誰が嫌うのか。おい、ただ本社を移せ。政権交代したら移しますよ。トランプは世界中で大バカだと非難を受けているが、徹底的に自国民のための政策を吐き出している。我が国の政治家たちはどうしているのか？選挙の時だけ市場に行ってご飯を食べてニュースに移り、選挙が終わったら選挙費用を取り返そうとしようと血眼になって大騒ぎするのが現実ではないか？どうか現実を直視し、気を引き締めて投票しましょう。
トランプは礼儀がなくてもすごい人であることは間違いない。すでに米国に人材資本と技術インフラが傾くよ。すごい。サムスンコメント舞台ファイティング。編集所感。先日のニュースでは、韓国の冷蔵庫がダンピングを食らって工場を移すか移さないかを検討していた。中国工場がダンピングを受けて東南アジアに移転したが、そこもダンピングを受けてという状況だ。ちなみにこれはトランプ政権ではなくオバマ政権がやったことだ。ダンピングによる保護貿易は米国の伝統的な得意技である。米国は自由貿易主義のダブルスタンダードを最も巧みに使った国でもある。トランプが TPP を嫌った理由に容赦のない ISD 条項がある。これによって米国政府が海外企業に訴えられまくってはひとたまりもない。今はトランプの発言に企業が右往左往している。トランプが作りたかったのは国と企業のこうした力関係だと言ってよいだろう。自由貿易主義を拡大させた国々では国家よりも力を持った企業に牛耳られ、訴えられ、巨額の賠償金を負っているのだ。そうした一面を持ちながら、今度は保護貿易主義を軸にした巧みなダブルスタンダードを駆使してこれまでにないいびつな貿易国家を作るだろう。これはひょっとすれば国の貿易の新しいあり方になるかもしれない。ちょっとこれは大げさか、笑い。ここのところで全世界が注目しているのは北米 FTA の行方だ。トランプの再交渉なり脱退がうまくいかなければそれこそ世界の笑い者だ。トランプの声に怯えて飼い犬のように従った企業も笑い者になるけど、ただ多くの企業が一見トランプに従ったように見え、5年でいくらを投じるとかすごそうな発表が立て続けになされたが、当初からあった計画に多少の尾ひれをつけたものかもしれない。そこはテレンテクダを使ってくるだろう。とはいえトランプも言うことを聞いてくれた企業に何の礼遇もしないわけではないだろう。そうした気味の悪い駆け引きが延々と続くだろう。それがトランプの狙った企業との関係性だ。サムスンも難儀だが、他の企業も同じである。サムスンは運悪く変な状況に陥ってしまっただけである。トランプ VS 企業の戦いはこの先も続くだろう。生き残れるのがどこなのか、まだこれからだ。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。またよろしければ。